よ。混合ワクチンとフィラリア検査。はあはあ言うやろ。はい、ここいて。狂犬病予防接種から2週間以上空けないと混合ワクチンできないので、この日今年は暑くなるのが早そうなので一緒にフィラリア検査もしてもらいます。今回は朝1で行ったので比較的待ち時間も短く済みました。相変わらずざわざわ落ち着きません。シオンは興奮すると舌がいつも上を向いている。ゴローはだいぶリラックス。呼ばれました。フィラリアは異常なしでしたが、診察室から出たらすぐに帰ろうとします。会計がまだ終わってないのに踏み倒すつもりか。新しく入った獣医さんがゴローを見て、うわあこのコケズヤがいいねってびっくりしてました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。